キノコニーに来たばかりの頃のことを覚えているか？簡単に言うと、私は虚無の呪いを受けた自滅者だ。私の故郷は遥か昔に大いなる災厄に見舞われ、自滅の結末に抗うため、私は旅に出て虚無を断ち切る方法を探していたんだ。そして長い探索の末、そこには第九機関という秘密が隠す、いや、だが、ああ、そういえば、失礼を詫びなければな。自滅の呪いのせいで、私の記憶は断片的に剥がれ落ち、過去がぼやけているんだ。そうだな。私がどんな人間かよりも、ああ、そういう自滅の呪いのせい。それはどういう。そうか。遠い昔。それでも、この宇宙には、似て非なる世界が無数にあり、似て非なる人が無数にいる。私も孤独な旅をしてきた。見知らぬ星で旧友と出会い、彼らの姿に自分の過去を重ねたこともある。あなたにとってこのような懐かしさは何を意味する？未練、願望、思い、どれも正しいかもしれないが、いずれも完全な答えではない。それは外的なものではなく、私たち自身から来ているもの。過去のある時点から時を超えてきた感情だ。それは温かくて楽しいものかもしれないし、辛くて悲しいものかもしれない。だが過去を振り返ってみたとき、そこにはいつも小さいながら忘れがたい瞬間と、その中で永遠に変わらないものが残っているものだ。それらは私たちの人生のまとめであり、その時間における私たちの縮図、そして共に歩んできた道の証でもある。私たちはそこから自分自身を見つめ、そして存在することができる。この物語に登場する人たちは皆、自らの人生の意味を宿す者のために、勇敢に運命の道を突き進むんだ。さあ、振り返ることなく行くがいい。開拓進行形を歩む七死人。すでに結末が決まっていたとしても構うことはない。人には変えられないことがたくさんある。だがその前に、結末に向かうまでにできることもたくさんあるんだ。そして結末はそれによって全く異なる意味合いを見せる。それこそが旅の意味だ。旅で得られる美しいものは今も昔も変わらない。そして私は信じている。私たちが太陽の下で再会するまで、それは虚無の果てで栄えた。